ラーベの肖像、1888年、ビルヘルム・ラーベ1910年11月15日は、ドイツの小説家。ケラーやシュトルム、シティフターなどともに、テキリアリズムの時代を代表する小説家の一人である。ニーダーザクセンのエッシャースハウゼンに生まれる。父は、裁判所機関で、彼の仕事の都合で少年期に、たびたび転校を余儀なくされる。 学校にはびこる権威や強制への反抗心もあって、成績は振るわなかった。18歳の時に父を亡くし、4年間マクデブルクのホミヤの徒弟となり、これを機にバルザック、スコット、サッカレー、ディケンズなどの作品を読み漁るようになった。22歳の時、母親がいたボルフェンビュッテルに移る。1854年、ベルリン大学の超高生となり、 勉強の傍らで小説の執筆を開始、1856年、スズメ横丁年代記を書き上げる。ラーベの執筆活動は、ベルリン・ボルフェンビュッテル時代の初期、シュトットガルト時代の中期、ブラウンシュバイク時代の後期の3期に分けられ、合わせて、生涯に68編の小説を書いた。諸女作、スズメ横丁年代記は、老人の回想記という形をとり、 ベルリンの下町の生活を過去と現在が王冠する複雑な構成で描き出した作品である。構成のこのような仕組みはロマン主義の遺産でもあり、また現代文学の感覚から言っても新しい。この年代記はフリードリヒ・ヘッペルにも激賞され、一方中期のシュトゥットガルト三部作、すなわち上の牧師アブテルファン死体運搬者では、 俯瞰的な視点で、通じ的に物語を語る伝統的な手法を用い、特にあと2社は、社会批判の色合いが強い悲観的な雰囲気の作品となっている。後期には、プフィスターの水車小屋などのほか、ブラウンシュバイク三部作と呼ばれる、フルス、バンジューフォーゲルザングの記録文章といった作品があるが、こちらの三部作では、主人公の行動をその身近にいる人物の一、 認証の語りによって描く形式を採用しており、語り手と主人公との考えや立場の対地、現在と過去との行き来といった方法で物語を立体的に描き出し、第二次大戦後になって再評価を受けるようになった。1890年代に書かれた万獣、ま、とフォーゲルザングの記録文書はそれぞれ時代に順応できないアウトサイダー的な時代ありがとうございます。